さんこんにちは。ドレミコチャンネルのナナヨです。そしてミコちゃんです。ドレミコチャンネルでは楽譜を見なくても簡単にピアノが弾けるよう超初心者さん向きに動画を作っています。ワンコーラスを最初に両手バージョン、次に右手のみ、その次に左手のみの3パターンで構成しています。通常バージョンの後にゆっくりバージョンがありますので、自分に合うスピードで練習してみてくださいね。ゆっくりバージョンの後にもっとゆっくりバージョンも入っています。片手ずつのバージョンはカメラの角度が正面と斜めからの2種類ありますので、見やすい方を使って練習してください。それでは今日のお題はこちら。Thank you.
Thank you.
後までご覧いただきありがとうございます。これからピアノを楽しみたい方、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。たくさんの方にピアノを弾く楽しさが伝わります。